2024年9月に18歳を迎える秋篠宮家の長男、友人様について、宮中行事への出席は2025年3月以降に予定される、成年の儀式以降となる見通しが明らかになりました。久人様は9月6日に18歳になり、成年を迎えられますが、高校3年生であることから学業への影響などを考え、 青年皇族としての儀式は2025年3月の高校卒業以降に行われることになっています。宮内庁の西村康彦長官は、18日の定例会見で青年式について、伝統ある大事な儀式で大きな節目とし、久人様の宮中行事への出席は、節目の青年式を終えた後が適切、と述べ、 2025年の春以降との見解を示しました。また、天皇陛下から青年皇族に贈られる勲章、イコール大勲位菊花大受章、は、青年式の際に授与されることが慣例。とも述べ、久人様への勲章は9月の誕生日ではなく、卒業後の青年式に合わせて贈られる可能性も示しました。 久人様は2024年9月以降に行われる新年祝賀の儀や新年一般参賀などには出席しない一方、赤坂御用地で行われる園遊会については宮中行事ではないため学業に支障がなければ出席される可能性があるということです。男性皇族が青年を迎えるのは秋篠宮様以来39年ぶりで、 久人様は成人年齢が18歳に変更されて以降初めて成年を迎えられる皇族です。成年の儀式では、父秋篠宮様が着用された小族の活用も検討されています。